クトーク。おはようございます。おはようございます。2021年3月24日水曜日でございます。はい、この番組は50代夫婦が生活の中で感じたこと、お役立ち情報、2人で作っている朗読チャンネルの情報などをお届けしております。はい、はい、ということでございますけども、はい、水曜日、はですね、各週で、はい、その前の週にやった、菊池家リビングシアターの、朗読の作品、うん、この菊トークでもですね、音声配信してますけども、はいはい、そうですね、それについてのちょっと振り返りというか、そうですね、反省会を、各週でやっておりますけれども、はい、先週お届けしたのはですね、新見南吉の耳と、耳、はい、この作品を取り上げたんですけれども、はい、まあ、あの前の放送の時にもね、ちょこっとあの、お話ししたんですけれども、これはあのリクエストをいただきまして、ね、いつも見ていただいている、あ、聞いていただいている、リーディングドッグさんという、はい、方から、リクエストいただきまして、ありがとうございます。新見南吉の作品は菊池家リビングシアターでも、うん、何度かお届けしてるんですけれども、ね、童話ですよね。新見南吉といえばやっぱりゴン、まあ、ギツネとか、そう、ね、手袋を買いにとか、そ う,、ね、まあ、そういうあの童話作家として有名で、で、まあ、菊池家リビングシアターでもそういう童話の部分ですね、童話作品を何回か、お届けしていたわけですけれども、はい、そうですね、この耳というのはまあ初めての、まあ、ご紹介いただいたので初めて知ったという感じで、うん、全く知らなかったですね。で、リクエストがあったので、あの初めて読んでみて、それで、まあ、30分ぐらいのちょっと長い作品になってしまったんですけれども、はいはい、いや実はね、最初はね、ちょっとカットしようと思ったんです。そう言ってたよね。そう、さすがにちょっと30分近くは長いかなと思ったので、まあ、読むのも大変だけれど聞く方も大変でしょうと思って、まあ、あの半分ぐらいにね、まあ、15分から20分ぐらいに、まあ、カットして、お届けしようかなと思っていたんですけれども、まあ、まあ僕はそのつもりだったんですけどね。でもまあ、これ読んでみどりさんの方がね、いや面白いじゃんみたいな、いやカットする必要ないよみたいないう話を聞いてですね、まあもちろんカットしないで済むであればね、カットしないでできるんであればそれがもちろん一番よく思うので、でまあリクエストもいただいていることですし、やっぱりいやカットしたそこが聞きたかったんだよなみたいなねことになってもちょっと残念だなと思ったので、だからまあ、まあ、しかもまあ、カットしなくても十分これはいけんじゃないかという意見もあったので、じゃあ行ってみようかと。で全くカットなしで全文、まあ、朗読やってみました、はい、いかがだったでしょうかいかがでしたでしょうかね、皆さんね、お聞きいただいた方はね、まあでも結果的には、うん、全文読んでよかったなと思ってるよ。お、本当に、うん、それはなぜ、うん、まあまあ最初はちょっとね、うん、まあまあ単純に長いっていうのもあったし、ちょっと、まあ、ここカットしても、うん、まあ、体勢には問題ないかなとか、まあ、カットした方が、うん、まあ、その分かりやすいかなと思ったので、うん、まあ、カットしようと思ったんだけれども、うん、まあ、結局そのなんだろうね、作品の、まあ、全体の作者が言わんとしていることをきちんと伝えようとすれば、やっぱりまあカットしないで読んだ方が伝わることはあったかなと思うし、まあ俺がそもそもこうカットしようかなと思ってたところも改めて読んでみると、うんうん、やっぱり面白いっていうかね、うん、そこはそこでなんていうのかな、読んでて、とてもこう意味のあるね、面白いエピソードだったり、やっぱそこがあるのとないのとではなんとなくこう受ける印象というかね、もういや確かに違うかなと思って、全文朗読で、まあ、結果的には良かったかなと思いました。うん、
まあ、編集するのは、まあ、ちょっと大変だったんだけど、いつもに比べてね、なんか単純に長いのもあったし、今回ちょっと、編集には意外と時間かかったかなっていう感じはするんだけどね。そんな感じかな。まあこの話、その、まあ、私は何で面白いと思ったかというと、なんかその本当にその子供の気持ちが割とそのまま書かれてるなっていう、その大人のフィルターを一回通したものではなくて、子供が考えた通りのことが結構その、そのまま書かれているんじゃないかなと思って、はいはいはい、例えばそのお風呂の中でね、そのいろいろほらお父さんにもう歌とかハーモニカとか吹くなって言われて、じゃあなんかいろいろ考えようって言った時に、まあ、そのほらうちの屋台骨をなんだっけ揺るがすようなことになる、そんなことをするやつはって言われて、実際になんかほら知り合いの友達の家がなんかほら本当に傾いちゃっているのを思い出したりとかして、あんな風にうちがなっちゃうのは嫌だなって思ったから、歌とかハモニカとかやめたとかね、そういう、本当に子供は言われたままのことをさ、やっぱりこう受け取るから、そういう風に考えちゃったりとかね、あとはなんか本当なんだっけ、花市くんだっけ、なんか彼のことについて書いてあるところもさ、そのこう子供なりにやっぱりこう本当にすごいと思ったところがさ、ものすごく正直に書かれていたというか、そのほら一回こう耳をね触ろうとして、で嫌だよって言われて、ってなんかこうそれを信じたくないから思わず笑っちゃって、でももう一回やって嫌だよって言われて、あもう二度と手を出せないみたいなね、なんかそういう感じとかって、ものすごくなんていうのかな、こうあそういうことあったかもって、もうすっかり忘れているけれども、あ子どもの時ってなんかそんな風なことを思ったことが、まあ、全く同じじゃないけれども、あったかなっていうような、すごく、子供の繊細な感じ方がそのまま書かれてて、面白いなと思ったし、戦争ごっこのところも、当時の遊びだよね、戦争ごっこなんてさ、今の子供たちは絶対やらないと思うけれども、そういうことをやるときに、そのほら誰だったっけ、全然さ、知識としてはあんまないんだけど、何かの真似をするのがすごく上手で、上手だから、その作戦本部のなんかね、トップの方になる資格があるだろうと勝手に思っちゃった子いたじゃない、ああいう子もいるし、そういうところがすごくなんかビビッドに書かれているというかさ、すごく読んでてイメージも湧いたし、面白いなと思ったんだよね、そういうところがね、そうだね、まあ生き生きとね、そうすごく書かれていて、その少年の、なんだろうね、まあ、その当時のね、少年たちの、行動とか考えとかね、そういうのも、生き生きとみずみずしく書かれてあったし、ちょっとコミカルなね、ところもそういうところもあったしねあるし、すごくねなんか面白いなと思って。そうだね、でいろんな人出てきてさ、まあなんか親戚のね太一さんみたいな、なんかおじさんみたいな人も出てきたり、おじさんなのかなお兄さんなのかな、まあね、どっちだろうとかね、まあ、でおばあちゃんなんかもね出てきたりとか、
いろんな、ね、同級生以外の、うん、あの人たちも、うん、まあ、出てきて、それがまたあのなんていうのかな、効果的にというか、うんうんうん、生き生きとそれもね、うん、書かれてあって、そうね、うん、でまああの新見南吉さんはね、うん、やっぱりその、童話として童話作家として有名だけれども、うん、なんかこれ少年小説っていうのかな、うんうん、この九助くんシリーズっていうのがあるらしくて、うんうん、他の作品でもやっぱり同じ九助くんが、うん、あの主人公のお話っていうのはあるらしくてね、うん、まあちょっと他のはまだ読んでないので詳しくは言えないんだけれども、うん、でもこういうあの少年童話とはまだちょっとテイストが違った少年小説という、うん、でもまあ時代が時代なので、まあちょっと戦争と絡めながらのねお話になっているんだけれども、まあもちろん戦争がの影響はあるんだけれども、まあそれ戦争と関係なくてもね、その少年のこう成長物語というか、やっぱり、ちょうどその思春期の頃のね、いろいろ心の葛藤だとか、成長していく様っていうのがね、描かれていて、良くないものはやっぱりはっきりと良くないって言わなきゃいけないんだとか、うん、いいことは、まあ、やるって決めてやらなきゃならないんだっていう、まあそれはね、その当時も今も、やっぱり同じだと思うし、ただそれがラストシーンでね、ちょうど一番最後に、うん、戦争が始まったっていうところで、うん、まあ、終わるっていうところが、そうそう、やっぱりちょっとなんていうのかな、新見南吉さんのね他の作品なんかと比べると、すごくそういうなんだろうね、戦争とも絡めたラストシーンっていうのはちょっと印象深いなとは思ったんだけど、うん、だからまあ戦争に対してね、新見南吉さんがどういう、こう気持ちを抱いていたかっていうかさ、そういうのもこの作品のね一つのテーマになるのかなとは思うんだけどね、うんうん、これこの最後ね、うん、ラストシーンって、うん、これどういうことなのかなと思った。いやーそうね、でもやっぱりさ その、うん、それまでのね、うん、その九助くんの、うん、やっぱりその、いいことはいい悪いことは悪いっていうことで、やっぱりこうちゃんとなんだろう、なんていうのかな、自分の気持ちを、うん、やっぱり、いいことをやっていくためにもね、ちゃんと、覚悟を持っていいことをしていこうとしなきゃならないし、いけない、良くないっていう、まあ、習慣とか、そういうものはちゃんとこういけないんだっていうふうに、気持ちをね、うん、そういうふうに持っていかなきゃいけないっていう、友達とのさやり取りとか、そうだね、まあ、そういうことを考えると、うん、やっぱその戦争がね、まあ、始まったっていう、ちょうどねその九助くんがやっと一つね一歩踏み出して、うんうん、その今までは甘えて、うん、タイッツァンの自転車のね荷台に乗っかって、うん、遅刻しそうなね学校に遅刻しそうになるたんびにいつも送ってもらってたっていう、はい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 、そういう自分から、うん、あこれじゃいけない、やっぱり僕はそれじゃいけないと思って、変わるんだったら今だと思って自分を奮い立たせて、うん、そして自分の足で走って学校まで行って、それで清々しい気持ちになって、うん、教室にね入っていくっていう、それとちょうどねそういう場面の最後に、うん、戦争が始まったっていうことだから、うんうん、だからまあそのなんだろうね、うん、戦争に対して、うん、まあ、こうずるずるとね、うんうん、戦争に入っていってしまって、うん、その
本当のなんていうのかな、国民の、側からもさ、うん、まあもちろんその戦争に対していろんな考え方はあったんだろうけれども、うん、でもやっぱりその、うん、この戦争は意味があることなんだとかっていう意見の人もいたかもしれないけれども、でもこれやっぱり良くないと思えば良くないっていうふうに声を上げなきゃいけないし、でもなかなかそういうふうに声も上げられない現実もあるし、だけどやっぱりここは自分で考えてしっかりとね、選択していかなきゃならないっていうさ、なんかまあちょっと任民南吉さんがさ、まあでも多分戦争に対してはさあんまりその肯定的ではなかったんじゃないかなとは思うんだけどね、どちらかというとやっぱりこう否定的な考え方だったんじゃないかなとも思うんだけど、ちょっとその辺はまあちょっとはっきりわからないんだけどね、どうなんだろうね。でも別にその戦争を肯定してこう突き進んでいくようなそういう話でもないと思うんだけどね。まあ、この最後ね、やっぱりその朗読をね、いろいろ勉強している方たちは、その、まあ、これをね、その耳を、まあ、扱った時にやっぱりこういろいろ話し合われたみたいで、まあ、いろんなねやっぱり考え方があるじゃない。でそのたまたまねそういう耳をね勉強会でやりましたっていう方がいらっしゃったので、まあ、どういうふうな話が出たんですかってちょっと伺ってみたんですよ。でそしたらやっぱりそのその最後のねラストシーンに関しては、そのまずやっぱりその一つにはその開戦したって告げた同級生のなんか目をまじまじと見たっていうことで、まあ開戦をまあ悪として否定しているっていう見方が一つあるっていうことと、あとはまあ逆にまあ開戦したっていう言葉を聞いて、まあ日本は正しいことを始めたっていうふうに肯定しているっていう見方。でもう一つ三つ目には、まあ、新見南吉は、まあ、本当はねはっきりとその開戦を否定したかったんだけれども、まあ、書かれた時代がね昭和18年のまあそういう時期だったので、はっきりと言えなかったので、こんな書き方にしたんじゃないかっていうことで、まあいろいろなね意見が出て、なかなかこう結論というかね、そういうところには至らなかったんですよね、みたいなお話をしてくださって、本当ありがとうございました、はい、いろいろ話を聞かせていただいてね、はいはい、で私はねこれこう最初に読んだ時にわー新見南吉さんってこういうものも書くんだってすごく思って、というのは、まあ、私はこの最後を読んだ時に、あーせっかく九助くんはそういうふうにいいものはいい悪いものは悪いって言わなきゃダメなんだって思ったのに、このタイミングで戦争が始まって、あーこれからみんなそういうこと言えなくなっちゃうんだなっていう、なんかものすごくちょっとなんていうのシニカルというかね、まあどちらかというとその今の流れでいくと 3番のね、本当ははっきり回線を否定したかったんだけど書けなかったからこんな書き方になったっていう、まあそこに近いのかもしれないんだけど、すごく今まで私が新見南吉さんにこう抱いていた印象はやっぱり童話だったので、やっぱりちょっといい話っていうか、心が温かくなるようなどちらかというと話が多かったんだけれども、これはすごくなんていうかこう本当にシニカルというかね、なんて言うんだろう、これからこうそういう時代に突き進んでいく
その日本っていう国をこうなんていうかちょっと暗い目で見ているっていう、なんかそういう新見泣きさんの視線をすごく感じたんだよね。で、まあ、あの反戦の、まあ、ものも書いていらっしゃるみたいで、まあ、その戦争賛成派ではなかったどうやらねらしいんだけれども、まあ、はっきりとはねもちろん書かれてなくて本当に微妙な終わり方なんだけど、まあ、私はやっぱりそういう風な捉え方だったのでちょっとこうドキッとしたというかわーっと思って、でこれ結構亡くなる割と直前なのね書かれたのまあそういうことが影響してるのかどうなのかわからないんだけれども、うーん、なんかこう彼の心の中に何かちょっとこうなんて言うんだろうね、いろいろな確固とした形ではない不安みたいな、何かそういうものがこう、まあ、もちろん自分の健康状態のこともあるだろうし、あとはその世相というか今のそのね世の中のこともあるだろうし、なんかこう混沌とした、まあ、不安みたいなものがこういう風な形となって、まあ、この後のことをね、将来この後日本のがどうなっていくか、まあ、あるいは自分がどうなっていくかっていうことをすごく暗示しているような感じがして、ちょっとこう心がなんて言うんだろう、シーンとするっていうか、ちょっとわーって思ったんだよね。ちょっといい、いい悪いっていうことではなくて、あ、こういうものも書いてらっしゃったんだなこの方はっていうね、すごく今までとは全然違う印象で、だからいろんな意味で、まあ、面白いっていうのはあはははっていう風な意味で面白いんじゃなくて、その興味深いっていう意味ですごく面白いなとは思ったんだよね。そうね、まあ、こう読んでてもね、実際に読んでても、こうラストシーンに向けてすごくこう高揚感が高まってきて、一人の少年がなんかこう一歩ね、階段を上がって、すごくこう少年自身もこう希望に満ちた、あの変わった自分をね、変われそうな自分に期待して、すごく将来がこう開けてきたようにこう見えて、しかもまあ本人も学校ついて、いつもよりも深々とお辞儀をして、でなんかすごく清々しい、なんかとてもこう前向きなね、こう本当にこう自分自身の中でもそういった期待とか高揚感を持って学校の中に入っていったのに、 そこでなんか全くそれとは逆の戦争が始まったって聞いて、その時のこの九助くんの気持ちっていうか、だからなんていうのかな、で読んでても、その戦争、イギリスとアメリカがね戦争始まったぞみたいな言われて、じゃあその清々しかった気持ちのままでいられたかっていうと、やっぱりいられなかったんだよね、まあ、実際読んで自分で読んでても、とてもこうなんていうのかな、出鼻をくじかれるじゃないけれども、せっかくこうやってよしこれからはね頑張っていかなきゃ、ね、自分自身も変えて頑張っていかなきゃ、なんかこうとてもいい気持ちでいるのに、えっていうさ、急にこう、真逆のさ、気持ちというか、まあいうのに襲われた感覚はあったかな。まあその確かにね、その私たちはこのあと日本がどうなるかっていうのを知ってるから、そうなのよね、そう思っちゃうんだけど、でももしかしたらよ、その九助くんはその時に、まあその時のその彼の立ち位置からすると、おやっぱり日本もついに正しいことを
正しいって言ったんだって思った可能性もあるなとはちょっと思うんだよね。そうそうそう、だから分かんないんだよ。そうなの、だから本当に視点をさどこに持っていくかで、キュウスケ君として考えるか、それとも、まあ、第三者として読むかと。この話がね、もしこうそのなんていうのかな、その当時のね、権力を握っている人たちからすればさ、これを利用しよう、まあその、国威発揚じゃないけれども、なんかこう気持ちをね、みんなで戦争に国民の気持ちを持っていこうということに使おうと思えばさ、なんかそういうふうにも解釈はできちゃうよね。できちゃうね、だからあのなんだろう、そういうあの前向きの気持ちを戦争に向かわせようというして、この作品を利用しようと思えばさ利用できなくもないもんね、その解釈を考えればさ、変えればね。そうだから視点をどこに持っていくかによっても、もうこのラストシーンの、あの解釈の仕方はね、もしかしたら変わってきちゃうかなっていう。そうでもまあどちらにしても、やっぱりこうわーっと高揚したところからちょっとこうスンっていう、なんかこうなんて言うんだろうな、こうやっぱりそこに対するちょっと違う風がふっと来たところでその瞬間で終わるっていうのが私はすごく好きで、おーってこういう風に終わるんだってちょっとね衝撃を受けたんだよ ね、 そ、 ねそこも含めて面白いなと思った。そうだから、まあ、このラストシーンはすごく衝撃的で、衝撃的だった、まあ、なんかこの作品のやっぱり一番の、まあ、こう肝というか、まあ別にここを描きたかったっていうことでもないと思うんだけど、でもやっぱここがすごく、まあ、あのドラマチックというかさ、この作品でやっぱりね一つの肝になる部分ではあるかなと思う、ね、いやーやっぱりここはすごく大きい。そこまでがあまりにこう少年がキュウスケ君が可愛くて、まあなんかほらあのおばあちゃんが起こしてくれないから遅れちゃったじゃないかみたいなさ、そういう子供らしい、あのことがあったのに、いきなりここでそういうものがパーンって、あ、違う方向に行ってるっていうのがやっぱり、おーってなるんだよねやっぱね。だからまあ本当そのいろんな風にね解釈ってできて、まあもちろん、まあ、あの正解はねわからないけれども、まあなんかこうやって本当いろいろな解釈があっていろいろにそういうものを表現できるっていうのが、まあ、こういうねあのちょっと古い作品で今に残ってるもののやっぱり奥深さというかさ、そういうことなのかなってちょっと思ったけどね。まあ、やっぱりその当時のね、あのその時代のことをあのやっぱ踏まえてないと、なかなか今の我々の今だけの感覚で読んでしまうと、あのちょっとね、まあ、その作者の新見さんのあの意図するところっていうのはなかなか汲み取れない部分はあるかなとは、そうかもね、思うけれどもね。まあでもどっちにしてもすごくあの印象深いラストシーンではあるかな、ね、本当と思ったね。読み応えありましたね。あったあった。まあでまあその話自体も、こうすごく起伏に飛んでてね。そうすごくこういろんな話が、本当よね。30分弱の中にあのいろんな話がさ盛り込まれてて、そうでまあちょっとこうあのコミカルなところもそうあったり、あの変化に飛んでて、ね、多分あの読んで出てあのなんていうのかな、こう飽きないって言ったら言い方がちょっとおか変かもしれないけれども、長さをあんまり感じない あの作品かなって感じがしたね。まあ、でもそうだよね、本当いろんな面がね、出てくるから、それでいて最後っていうのがまだ衝撃だよね。そうだね。いや
面白いね、深いね、本当にね、うんうんうん、まあだからね、こうやってあの、同じ作家でもね、うんうん、こういう作品もあるんだって発見、そうそう、発見もあったしね、そう、うん、まさか手袋を買いにを書いた人がねそうそうそう、こういう作品もね、これを書くとはちょっと全くね、まあ、私は知らなかったからびっくりしました、ね、うん、でも面白かった、面白かった、うん、まあね、今回はこうやって教えていただいて ね、あの新しい作品に出会えて本当にありがとうございました。ありがとうございました、うん、まあ、リクエストにはあのできる限りできる範囲 で、そうですね、お答えしていきたいかなとも思うので、はい、また素敵な作品があればぜひ教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまあ今日はこんな感じ、はい、はい、ではまた明日です。いってらっしゃー。